おはようございます。釣り子 TV です。この輝くリールたち、そう、中華の怪しい通販サイト、テムで買ったね、軽くって壊れそうと、ミセリティね。そして、ご要望の多かった、あの釣り竿も、ついに買いました。ダダーこれね、袋にこうやって入ってるんですけども、 結構ね、コメント欄で、あれちょっと試しに買ってみてくださいよっていうね、要望が非常に多かった、あれですね。まあまあまあ。じゃあちょっと早速出していきたいと思います。えっとね、まあもうちょっとちゃんと梱包されていたんですけども、まあこんな感じのナイロンの袋に入っていて、じゃあちょっとね、出していってみますね。いやー、これ超楽しみだな。 えでん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 でうおー、なにこれ超やっぱかっこいいなはいー、ねー。ルるでシャウラー。マーシャ買っちゃいましたよ、マーシャ。いやー、かっこいいな、やっぱりなこれ。 うーん。はい。ちょっとま、ちょっとここ置いて。<laughs> <laughs> えっとね、あと、ティック部品が入ってるから。はい。じゃあ行きますよー。てててーんあー。はい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 。はい。来ましたー。マールデシャウラーリミテッド。ねーこの釣り竿をテムでお買い上げっていうことで、 いや、ちょっとかっこよくないですかねコルクグリップだし、えっとね、2000円いくらで買えたんですけども、ああ、ホームページで見るとね、今3229円って出ていて、テムのね、あのサイトで、なんかね、結構見るごとにね、細かく為替の影響とか、あとはなんか商品が動いたら値段が調整入るのか、 えとっと、3229円というね、風にね、表示されてますね。買った時はもうちょっとね、安かったと思うんですけども。はい、マーシャね、ちょっと細かく見ていきたいと思うんですけど、まずね、グリップ部分がこんな感じで、えー、ここにね、こういう感じのルアーをね、付けるところがあって、で、文字のところがね、こんな感じね。で、竿なんですけど、この、だ フットセクションの方がこういう感じで綺麗なね、玉虫色になっていて、で、ティップパーツの方はね、えー、黒色で、こういう感じのオレンジ色のスレッドが巻かれていて、すごいおしゃれなね。で、ここが次部で、ここまでダブルフットで、そこから先がね、こうシングルフットの、こういう感じになってるんですね。 で、あのー、動画とかで見たら、これ、ソリッドのなんか、要は、マスレンジャーとか、そういった感じの釣り竿なのかなと思ったら、結構ね、張りのあるカーボンでね、できていて、ね、あのー、投げてる動画とかも見て、結構曲がっているから、ぐにゃんぐにゃんのペナンペナンの竿なのかなと思ったらね、これね、ちょっと画面近いんで分かりづらいと思うんですけど、 結構ね、張りのあるカーボンなんですよね。うん。この感じ。うん。これはね、結構、ワームとかにも使えちゃいそうだなと思って、当初、もっとベナンベナンの竿で、 小さなプラグとかを無理やり、こう、なんていうか、その、乗せていくような使い方かなと思って、シーバス釣りとかね、そういう巻物とかやる釣りに使いたいかなっていう想定で買ったんですけども、どうやらね、これ、結構、張りのある感じで、ワームの釣りなんかにも良さそうだなと思って、まあ、で、あとはね、こう、ガイドが、これね、 えーっと、どんな感じなのかなって気になったんですけど、多分これハードガイドなのかなもちろんね、あの、SIC とかではないんですけども、結構ね、お安めな <laughs> ガイドがびっしり、先端の方までこういう感じで配置されていて、で、ガイドの径がこういう感じでちょっと大きいので、リーダーを組んだりしても抜けは良さそうだなと思って、 そういう感じなんで、うんまあバスでも使ってみたいんですけど、海釣りでも使ってみようかなっていう。でね、ちょっとこれ嬉しいなと思ったのが、陰ー継ぎとかではなくて、なんていうのかな、このバット部分に、ティップ部分をこうやって差し込むようなね、仕様なんです。えー、これって結構ね、シマノも採用している継ぎ方なんで、 あのー、なんか変なところがちゃんと似てるなーってね <laughs>、思いました。ねここがインロー継ぎとかではなくて、あとよくあるような、こっち側に、に穴があって、こっち側から刺すっていう感じじゃなくて、このバット部分にこのようにですね、刺す。なんか、島のっぽいねっていうね。まあ、あとはなんて言うんですかね、このグリップ周りがだいぶ、うん、 S, S 社っぽいなっていうね、あの、印象はあります。で、すごいなと思ったのが、ここがコルクね、使われていて、バット部分にはこう、圧縮コルクが使われていて、で、ここだってこのカラーリングしたフード部分ね、準備するって言ったらまあそんな安くはないと思うんですよ。だから変なところがすごい変にしっかりしてるなっていうね。 うーんまあ、この感じのグリップなんで、握りも良さそうだし、ね。 案外、あのー、冗談でね、ネタ的に買うロットではあるんですけど、その割に使えちゃいそうだなっていう。世界的にはね、これテムのね、ホームページで見れるんですけども、58.6万販売済みって書いてあるんで、えー、まあ、要は、全世界でおよそ60万人ぐらいの人がね、このマーシャを使って釣りを楽しんでいるっていうね、うん、世界規模な釣り竿だなと、ね。まあ、でも、 こう上がりますよ、これ。あの、なんか、無駄な玉虫量というかね、こういう、で、こことかね、なんか、メタルパーツが採用されていたりするし、で、えっとね、テムのホームページで、まあ、いろんな釣り竿があるんで、名前何なんだろうなって気になったんですけど、名前的には、超軽量カーボンファイバーフィッシングロット、えー、塩水、淡水、兼用、 携帯用スピニング、スラッシュ、キャスティング、デザイン、複数サイズありっていう風にね、勘ってあって、まあ評価はね、およそ4っていうことなんで、結構評判はいいんではないかなと思って。で、一番長くて一番パワーのありそうなね、モデルを買ってみたんですけど、まあそうは言ってもね、ウルトラライトなのかなっていう感じなんで、軽量な、未能とか、 そういうのをね、投げるのに使っていこうかな、なんていう風に思います。で、あのね、スピニングモデルと、ベイトモデルがあるんで、ベイトモデルをね、ちょっと買ってみたんですけども、この、なんていうんですかね、ニセリティも買ったから、 スピニングモデルもね、がぜ気になってきちゃったなぁと思ったけど、まあでもね、その他にも手もね、すごい気になる、えー、釣り竿、リール、たくさんあるんで、マーシャはまあ一本で十分かなと思ってるんですけども、はい。ではね、お待ちかねのセットアップしていきたいと思います。えー、まあこのベイトの、えー、竿なんで、合わせるのはやっぱ、こちら。 軽くって壊れそうじゃないですかね。これ、つい先日もね、80アップのシーバスが連れてくれた伝説のリール。ね、ブラックワースも50アップ釣ってますよ。案外ね、使えるんで。じゃあ、つけていきます。あー。気分上がりますね、これね。あれ大丈夫かな。キュル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 と。 ああ、いいですね。結構しっかりと。はい。わあ、来たーかっけーなーこれ、ちょっと、ねえ、この、まだまだ光ってますよ、ほら。えー、GD200 通称、軽くって壊れそう。これに、まあ今ね、あのー、最近シーバスが大きいの釣れるシーズンなんで、 ここがね、あの、P ラインの4号入ってるんでね、ちょっとこのマーシャル使うにしては、もう少し細いね、P ラインにね、変えたいなぁなんて思うんですけども、ああ、いいですね、この輝き。ちょっとね、どうですかどうですか皆さん。<laughs> ちょっと、はい、えー、くっつけてみました。 というわけで、えー、まあ、開封してね、まだね、ちょっと実調動画の方でもね、最近ライブ配信頑張ってるんで、ライブ配信でこのセットアップでね、魚かけて、実際に魚かけたらどうなのか、みたいなのもね、動画にしていきたいと思いますので、う、え、ん、ー、まあ本当ね、テブロ通販ね、安くて面白い道具がいっぱいあるんで、 これはいいなと思って、まあ、リールもそうなんですけど、竿もね、まあ、これ、マーシャはまあ、こんな感じですけど、外国の人ってなんかすごいカラフルないろんな釣り竿をね、えー、楽しんでるなと思いまして、日本の場合結構高級なやつとか全部黒くて研ぎ澄まされた感じの、 デザインが多いんですけども、ものすごいカラフルなね、なんだこの奇抜な色みたいなね、竿とかリールとかがね、たくさんあるんですよね。で、最近あの、夜釣りのライブ配信とかをしていて、黒い竿映んねえなと思って、画面にね。 竿が曲がってんのがわかんないよと思って、だからね、すんごい奇抜な気持ち悪い色の何か使えそうな釣り竿とかね、次回はチャレンジしてみたいななんて思った次第なんですけども、まずはこのマーシャはね、あの手元ドアップで写ったらまあ相当痺れる感じの写り込みをしてくれるんじゃないかなと思うんで、このセットでね、 え、楽しんでいきたいと思います。まあね、テもね、最初、入会っていうか、そのアプリとか入れると、すごいね、なんかサービスとかいっぱいついてきて、あれもこれも無料でまずは手に入りますみたいな謎のね、クーポンみたいなのが発生するんで、ぜひね、気になってる人は説明欄とかになんとなくリンクを置いとくんで、えー、覗くだけでも楽しんで、まあ、買う、買わないはまあ、別として、 でもしね、買うとき不安だよって方はあの、コンビニ決済とかで、あのー、買えば、クレジットカードの番号とか入れないでもいいし、安全なんじゃないかな、なんていう風にね、えー、思います。何にしてもね、面白いね、道具が。まあ、あんまり、その、丸パクリのルアーとかはね、あんまり感心しないやって感じで、これも明らかにもう、ギャグな感じのね、こういう釣り道具ね、最高に。 えー、いいなと思って、ぜひね、あの、その、ホームページとか見て、俺買うの嫌だけど、ちょっと釣り子をこれチャレンジしてみてよ、みたいなのがあったら、 コメント欄でね、コメントいただければ嬉しいです。まあ、次に買って欲しいテム製品はね、コメント欄でぜひお願いします。またね、こういう感じで謎の道具とかね、買ってどんどんレビューしていきますんで、あのー、チャンネル登録まだな方はチャンネル登録お願いいたします。ぜひね、えー、マーシャーよくぞ買ったって人はね、グッドボタンもお願いいたします。はい。というわけで、えー、本日の釣りこう TV はこちら。 えー、コメント欄とかでね、マーチャー使ってくださいよ。ね、要望が多かった。えー、通称、マールデッシャウラリミテッド。えー、これをテムの通販でね、購入してみたよ。開封してみたよっていう動画でした。はい、また会おうぜ